皆さんこんばんは。今日はエキシビジョンマッチ、ブラジル対ウェールズ。本日の試合解説は元日本代表北澤豪さんをお招きしています。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ北澤さん、今日のカードですが、随分すごい顔ぶれになりましたよ。いや本当にね、素晴らしい選手揃いですね。今日はスーパープレーなんかも飛び出すかもしれませんよ。その辺も期待できるかもしれませんよね。そうですね。さあ間もなくキックオフです。今開始の笛が鳴りました。前半戦キックオフ、中央から上がっていく。さて前へ抜け、あーっとこれはファウルだ。 PK になった。もったいないですね。ブラジルペナルティーキックを奪いました。選手が抗議しています。しかしこれはペナルティーキックになります。ブラジル先制のチャンスを迎えています。うーん、まんなくこの PK 決めました。確実に決めます。ロナウ冷静に押し込んでいます。しかしこう早い時間帯での得点になりましたね。いや本当に早かったですよね。ブラジルとしては余裕が出てきますよね。
開始からまだ間もないところでの先制点となりましたね。そうですね。でもまだ十分時間はありますからね。ブラジル早い時間に1点をものにしました。前へゆっくり送ろうという場面です。おっとタックル、キープしています。さあ展開が速くなる。一人で上がります。今行けますよ。キーパーキャッチ。一人で上がっていきます。ウェールズドリブルで上がっていく。右へ出す。ここでカット。あっとホイッスルがありました。さあカードは出るんでしょうか。今のプレーにカードはありません。ヘッドでつなぐ。もう一度まだ諦めていません。さあ競っていく。デイミーズ、フォロー遅いですね。デイミーズ得点につなげたい。渡しません。さあ展開が速くなるですね。さあ非常にこう順調な滑り出しを見せているようですね。はい、まだ序盤ではありますけど順調な様子を伺いましたよね。このままね行くかもしれませんね。いい形で左サイドから攻めていきました。いや、いい形でしたよね。前半の15分を回りました。さあカウンター。おっと奪った。おっと抜けてきた。抜けた。さあここからの攻撃。デイミーズ流れるようなパスワーク。ホイッスルです。ウェールズボールになります。そこからデイミーズ競り合った。これは突破できない。カーカー。カナリア軍団が攻めます。ゼロベルよく走ります。一人で上がります。このまま持っていく。わっと抜けてきたぞ。打った。これマジいいシュートでしたよ。さあここからの攻撃。タックス。あっと足で行きました。これはファールになります。ここからのフリーキック。速攻になる。さあ前で味方が待っています。ウェール。さあここまで押し上げてきました。滑り込む。もっと前に3人上がっています。
スになる。当てる相手が少ない。シュートに行く。同じように思い切って打ってきました。思い切って打ってきましたね。いや外れましたけどね。これが次のきっかけになるかもしれませんよ。ここは一人で上がっていきます。さあチャンスを迎えている。チャンスになる。細かいボールの奪い合い。いったか。決まった。ゴール。ブラジル突き放します。ロナウジーニョ繊細かつ豪快な右足。いやいいシュートだったと思いますよ。ここはしっかりと決めてきました。さあリプレイ画面が流れています。ブラジル今のところいい展開で得点を重ねています。うまくペース掴んでますよね。ここはベラシ。さあ展開が早くなる。競り合った。折り返す。グラウンダー。キーパーしっかり抑えました。ここからドナウ。縦。ここで受ける。中を見ている。中に誰かいます。どうだ。決めた。右足。ブラジル決定的なゴールでしょうか。ロナウジーニ見せてくれます。場内が大歓声に包まれます。先に2点リードしましたから、ますます戦いやすくなりましたね。さあウェールズさらに苦しい展開になりました。ご覧のように画面にはリプレイが出ています。さあウェールズここから意地を見せたい。それにしても素早い展開から見事に決めてくれましたね。一瞬の隙というのは怖いですかね。やっとイエローが出ました。さあ今のファールリプレイです。この位置から蹴るのはカメルサレッチャー。ディミーズ横へ持っていく。競り合った。競り合った。ゴール。これは防ぎきれなかった。どうしたんでしょうかね。こういったプレーはちょっと注意してほしいですよね。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですがいかがでしょう。そうですね、明らかに精細変えてますよ。集中してほしいですね。
としては不本意な得点を与えてしまいました。得点は得点ですからね、自陣で守るときもギリギリのところでは注意したいですよね。狙ってますね。そうですね、ここは狙っていました。よくシュートまで持ってきましたよね。右サイドから肩抜けてきます。おっと抜けてきた、頭で合わせた、これを決められない。しかしすごいシュートでしたね。いいシュートでしたよ。もう一度右へ出した、繋いで中に上がってきている選手が少ない。さあ行けるか、行ったか。しかしいいコースのシュートでしたね。そうですね、いい感じでしたね。ここは大事にいってほしいですよね。そうですね。ラストチャンスを生かせるか、なんとかクリア。ここで前半戦が終わります。ブラジル現在リードしていますが、オンゴールがありましたね。まあオンゴールありましたけどもね、他の内容悪くありませんから、そんなに気にしなくてもいいと思いますけどね。なるほど。そしてここまでの情報を軽く見てみましょう。ブラジルリードもしているんですが、